敵黒執事徹槍重装騎兵団の猛威凄まじく我が軍の被害甚大このままではここ本陣も危険かとおらんのかジューダーの黒い悪魔を倒す者はニコランド国王の首は黒執事徹槍重装騎兵団が取るヒツジ徹夜に重装騎兵団の猛威を天下に知らしめるのだ何たるざまだ我が軍の将軍たちは何をしておるのださあ大暴れさせてもらうぞの者がいるなんて
バカな、この黒執事徹夜に重装騎兵団相手に一気がけだと。よかろう、踏み潰してくれるわ。敵はたかが一騎だぞ。隊長、待ってください。早く追いつかないとどやされちまう。切り込みたいらしいとこお見せしやすぜ。俺たちが戦場を動かす。行くぞ。切り込み隊に負けるんじゃないぞ。高野だ。白い盾グリフィスが率いる傭兵だ。戦場の死神どもだ。このまま押せば勝てる。みんな行くぞ。
さ、勝つぞ。やられる。中道が撤退していきます。バカな、傭兵団一つで戦局が逆転するなど。鷹の団これほどと。すごかったね、カツ。さすが鷹の団の切り込み隊長。さあ、祝杯と参りましょう。お前らこそ悪かった。ガッツ隊長、話がある。ちょっと顔を貸してくれないか、ガッツ隊長殿。お前どういうつもりだ。何が。とぼけるな。お前の任務は牽制だったはずだ。それを敵の真正面から一気がけだと。たまたまうまくいったからいいようなものの、貴様の勝手な行動が鷹の団全体を危険にさらすことだってあり得るんだ。悪かったな、以後気をつける。いつもそうだ。そうやって口先だけ、そしてまた同じことを繰り返す。前と何も変わっちゃいない。お前はただ敵と剣を交えていればそれで満足なんだ。仲間のことなど少しも考えていない、ただの狂犬だ。もう一度、もう一度言ってみろ。二人ともその辺にしとけ。ガッツには俺からよく言っとく。グリフィスはあいつに甘すぎる。お前ら本当に仲悪いな。顔つき合わせて結構経つのに。考えてるさ。俺だって仲間のことは考えてる。もう昔の俺じゃない。思い出すな、戦場を渡り歩いていたお前を鷹の団に入団させることをかけた果たし合い。あの喧嘩は楽しかった。喧嘩っていうのはああいうのがいい。グリフィス、今日の戦すまなかったな。お前のそういうところも俺の策のうちさ。